こんばんは、杉浦日記ようつべ版です。はい、今日は超短編かもしれませんが、昨日購入したトランギアのケトル6リットルサイズ、メイドインスウェーデン、なんかおしゃれでございますが、これをカバンに入れようとすると結構蓋が暴れてしまいますので、これは外のストーブ入れとして使っているセリアのジップ土クッカー製ケース110円の出番だと思い、今日ついでに営業のついでにセリア行って、小池のセリア行って買ってきました。1個買えばいいのに、なんか2個買っちゃって2個しかなかったので買い占めた形になりますが、まあ何か使うでしょう。で、これなんですが、開けます。カメラ持ちながら開けると結構大変です。ちょっと失礼しました。はい、開きました。こんな感じで、ちょっと余裕があるのがいいですね。何かもう一品入れる感じです。こんな感じで入ります。はい、こんな感じで入ります。ちょっと、まあ、100円とは思えないですけど、まあふにゃふにゃですけど、まあバックインバックと思えば別にこんなもんで全然大丈夫でございます。どうしてもこれ本当になんか注ぐ形して、なんか 0.66600cc 以外に 900cc とかあるらしいんですけど、まあ 600cc でやればカップラーメンも普通のインスタントラーメンも全然足りますし問題ないと思いますが、ですね、どこだっけ、どっかにマークがあったか、なんかトランギアって彫ってあります。はい、というわけでこれをここに蓋が暴れないように、なんかこの蓋もなんかステンレス板とプラスチック板とあるらしいんですけど、まあ知らなくて開けてみましたんで、これ焚き火に放り込んだら溶けるらしいんです。これもですね、焚き火に放り込まないようにしなければいけません。失礼しました。少々お待ちいただきます。はい、収まりまして、はい、それではこれをふわっと回してみますと、こんなですね、この食器入れに入れてキャンプに行きたいと思います。はい、というわけで今日は3分でした。じゃあもうちょっと喋ろうかな。毎週木曜日午後呼び込み営業デーということで、まあ、企業訪問ですね、お客様じゃない企業を飛び込みで回ってて、結構お菓子をテーマにしてるんですけれど、で飛び込みで回ると結構穴場のアウトレットとか発見したりしてですね、面白いんですが、たまたま今日この東和製菓さんというところに寄ったらですね、お客様が、近所のお客様がいてですね、ぱっと見普通の工場なんですけど、小売りしてくれるということですね、この箱買いしちゃいました。これ豊橋姉さん寒天ゼリーなんですけど、これが10袋入っております。この袋ですね、この袋で小返しちゃってですね、で、まあこれは粗品に配ろう、まあ、粗品値段の値段ぐらいの値段ですので粗品に配ろうと思います。お客様にどうしても欲しいという方はこれ欲しいって言ってもらえれば用意いたしますので言ってください。ないこともありますのでない方はすいません。というわけで、で明日のキャンプ持っていこうということで終わります。で喋ってやっぱ5分になっちゃいますね。はい、今日もありがとうございました。